時刻は10時を回りました。この時間はジノンインフォメーションをお届けします。ジノンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を宜野湾市司法宜野湾からお伝えいたします。この番組は宜野湾市の提供でお送りいたします。まずはじめに選挙から。皆さんは選挙を知って未来の投票に備えよう。18歳からの選挙が始まります。政治社会が18歳からの若者の力を必要としています。平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。少子高齢化、人口減少社会を迎える日本の状況において、日本の未来を作り担う10代の皆さんの力が必要とされています。より早く選挙権を持つことにより、若いうちから社会の担い手という意識を持って政治に関心を持つ若者が増えてほしいと期待しております。一人でも多く投票に参加し、若者の声を政治につなげていきましょう。選挙年齢を18歳以上に引き下げた理由は、18歳、19歳をはじめとする若者の力を政治、社会が必要としています。日本は少子高齢化、人口減少社会を迎えています。この状況において、日本の未来を作り、担う存在である10代にもより政治に参加してもらいたいと考えております。また、インターネットによる選挙運動もあります。有権者も情報を発信できます。18歳以上、有権者になれば、選挙運動ができます。SNS やブログなど、様々なインターネットツールを利用して、特定の候補者の当選を目的とした活動をできるようになります。なお、候補者は、政党など以外は、電子メールを利用した選挙運動はできません。進学や就職で引っ越しをしたら、住民票を移動しましょう。選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙名簿に登録されていることが必要です。実家を離れる際などにおいては、お引越し先の自治体や自治体への住民票の届けが必要となります。第24回参議院通常選挙。投票について、投票日、場所については、ご自宅へ送付される投票所入場券をご確認ください。期日前投票、選挙当日に仕事、レジャーや観光総裁などの用務で投票所に行けない方は、前もって投票することができます。場所は市役所1階、7番、選挙管理委員会になっています。午前8時半から午後8時まで、投票入場券の裏面にご記入の上ご持参ください。また、不在投票を行うこともできます。郵便などの不在投票、また遠隔地での不在者投票、仕事などの事情で選挙日当日に投票所へ行けない方が、滞在地の選挙管理委員会で投票することができる制度です。また、指定施設での不在投票も行うことができます。沖縄県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入院・入所している場合は、選挙当日投票が行けない方が、その日の指定施設で投票できる制度です。今年の春に引っ越しをされた方は注意が必要です。選挙で投票する場所は原則として住民票のある市町村となっております。しかし、今年の春に引っ越しをした場合、今年の夏の参議院選挙に新住所で投票することができない可能性がありますので、ご確認ください。ただし、新しく有権者となる18歳、19歳の方は、引っ越ししても旧住所で投票することができます。今回、公職、
公職選挙法が改正されたことによって、新しく有権者となる18歳、19歳の方が今年の春に引っ越ししても旧住所に行って3ヶ月以上住んでた場合は、夏の国政選挙には旧住所地で投票することができます。皆さん確認してみてください。続きまして、親子おやつ作り教室の参加の募集です。親子で楽しくおやつ作りに参加してみてませんか。日時は7月31日日曜日、13時から15時まで。場所は中央公民館2階調理室。対象は市在住のお父さん、子供、またはおじいちゃんと孫となっております。参加費は無料です。持ち物はエプロンと三角巾。定員は10組になります。定員に達し次第締め切りを終了いたしますので、ご確認ください。申し込み期間は7月4日本日から22日金曜日までとなっております。時間は9時から17時土日祝は除きます。健康お問い合わせは健康増進課898-5583までお願いいたします。続きまして、第39回宜野湾羽衣祭りのボランティアスタッフを募集しています。宜野湾市の一大イベントである第39回宜野湾羽衣祭りが8月6日7日に開催されます。羽衣祭りは市民の力で作り上げる市民参加型の祭りとして定着し、毎年多くの観客が訪れる祭りへと成長するようになりました。今年も祭りを盛り上げていただけるボランティアスタッフを募集しています。日時は8月6日土曜日、7日日曜日。対象は中学生以上で、市内外は問いません。ボランティア内容としては運営スタッフとして募集しております。申し込み期限は7月8日金曜日までとなっております。お問い合わせは宜野湾羽衣祭り実行委員会897-2764までお願いいたします。続きまして、フィジカルテスト身体力テスト参加者を募集しています。対象は市民在住、在勤、在学で20歳以上の方を募集しています。日時は7月24日日曜日、14時から18時までです。場所は市立体育館。持ち物は運動ができる服装、室内用運動靴、タオル、飲み物などです。参加費は無料で、定員は60名までとなっております。申し込み期間は6月27日月曜日から7月22日金曜日までとなっております。お問い合わせは障害学習課893-4431までお願いいたします。続きまして、博物館市民講座が開催されます。木々が茂る身近な公園を散策して動植物を紹介します。日時は7月24日日曜日、9時から12時までとなっております。集合場所は浦添大公園の駐車場。講師は市立博物館の館長さんをお迎えしております。定員は25名で、申し込み制の先着順となっております。受講料は保険料として100円となります。申し込み期間は6月22日水曜日から7月13日水曜日までとなっております。定員に達し次第締め切りますので、お早めにお願いいたします。申し込みお問い合わせは市立博物館870-9317までとなっております。受付時間は9時から17時までで、火曜日は休館となっておりますので、ご確認ください。続きまして、自然と触れ合う家族の集い、親子で野外料理に挑戦しよう。
日時は7月16日土曜日、土曜日から17日日曜日までです。定員は小学生以上家族15組。料金は1人2000円となっております。募集期間は明日7月5日火曜日から12日火曜日までとなっております。内容としましては、どんぐり工作やダッチオーブン料理、登山など様々な企画がありますので、ふるってご応募ください。申し込みお問い合わせは、県立市川青少年の家、964-3263 までとなっております。続きまして、初級上級英会話初級中国語受講生を募集しております。初級中国語おもてなし中国語講座、7月7日木曜、毎週木曜日行っております。時間は19時から21時、定員は各講座20名となっております。場所は人材育成交流センター芽吹2階研修室2となっております。受講料はテキスト代込みで、会員は5000円、非会員は7500円となっております。お問い合わせは、宜野湾市国際交流協会事務局内線423となっておりますので、ふるってご応募ください。続きまして、中央公民館から講座受講生の募集です。インテリアにも使える大人の折り紙講座、四季折々の風物詩を表現した飾り物やお部屋のインテリアにも使える折り紙を学びます。日程は8月5日、12日、19日の金曜日、3コースになっています。時間は10時から12時まで。場所は中央公民館2階展示室。定員は20名、市内在住在勤の成人の方となっております。受講料は無料で、別途として教材費が2500円程度かかります。申し込みは7月1日金曜日から7月14日木曜日までとなっております。お問い合わせは中央公民館893-4457 までお願いいたします。時間は土曜9時から17時までの受付となっております。土日の受付も可能ですが、火曜日祝日は休館日となっておりますのでご了承ください。また直接来館してお申し込み直接来館してお申し込みください。応募多数の場合は7月15日金曜日に抽選となります。また中央公民館では夏休み期間中の親子キッズジュニア講座なども行っております。親子パイロット体験やクッキングで科学実験、ロボットのプログラミングなどたくさんの講座を予定しています。予定している講座については中央公民館のホームページ、平成28年度中央公民館の講座案内をご覧ください。以上、講座など様々な詳しいことは、宜野湾市役所098-893-4411までお問い合わせください。以上、宜野インフォメーションでした。この時間は宜野湾市の提供でお送りしました。
ようこそ FM ギノワン占いの前。この時間は 79.7MHz FM ギノワンより、今週のあなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けします。占い師は週替わりで登場します。今週の占い師は私、おしゃもじたまこが皆さんの恋愛運を調味料で占ってあげましょう。それではお羊座、コミュニケーションの勘が鈍る日です。仕事で忙しい人に何度も話しかけて邪魔してしまうなど、トラブルとまではいかないのですが、配慮のない行動をとってしまいやすい時。今週は周囲の人の気持ちに敏感になりましょう。書類やメールでも宛名や文字間違いが起こりやすいとき、注意深くなることで防げます。ラッキー調味料はバジルです。続いて、お牛座、人脈運に恵まれます。ただし、今週出会う人は恋愛ではなく良き友人になりそうです。意気投合できる人、一緒にいて癒される人、尊敬できる人、そんな素晴らしい人たちとの縁に恵まれることになるでしょう。プライベートの誘いも多くなるとき。オフタイムの時間を増やして大切な縁を手に入れましょう。ラッキー調味料は練りごまです。双子座、衝動性を促す星があなたに影響を与えています。そのため、今週のあなたは喜怒哀楽が激しくなりそう。ただし、激怒しても言いたいことを伝えてすっきりすると、あとは普段通りと尾を引きませんが、ぶつけられた方には遺恨が残ります。気持ちが熱くなるのを感じたら、深呼吸をして冷静になってから行動を取りましょう。ラッキー調味料はポン酢です。続いて、カニ座、仲間のありがたみを実感する週になりそう。今週はトラブルはあれど、すぐに誰かがアドバイスをくれたり助けてもらえる運勢です。また、苦手意識を持っていた人がとても自分のことを考えていたことを知り、感動する出来事が起こりそう。今週は人付き合いを大切にしましょう。またお礼はしっかりと伝えるようにしましょう。ラッキー調味料は田楽味噌です。続いて、獅子座、友人関係や仕事に関しては安定していますが、家族とのトラブル、また恋人とのすれ違いなど、身近な人との関係が不安定な週。調子よく進んでいるようで、信用する人たちを頼ることができないという孤独感を味わうことになるかもしれません。今週は仕事や社交にパワーを注ぐことがストレス発散に。週末から運気は改善しそうです。ラッキー調味料はチリソース。続いて、乙女座、キャパオーバーの暗示が出ています。今週のあなたは少し頑固に、助けてほしいことがあっても素直に言えず、自分で囲い込んでしまいがち。一つ一つは大した問題ではないのですが、解決しきれないものが多すぎてストレスが増えてしまいそう。助けを求めれば答えてもらえる運勢です。人を頼ることが問題解決と運気アップに。ラッキー調味料はみりんです。続いて、天秤座のあなた、意識が高まります。見た目にも気を配るようになり、おしゃれ技にも磨きがかかりそうです。センスアップする時期なので、センスを養うのにもいい時です。
反面、自分が脇役のように扱われると気分を害してしまいそうな変なプライドが出てくる傾向も。いつものように誰にでもにこやかに振る舞えば人気者になれます。愛嬌を忘れずに。ラッキー調味料はマヨネーズです。続いてサソリ座。プライベート運は好調です。恋も人間関係にもグッドサプライズが起こりそうです。一方、会社や社会活動の面では苦労を強いられることに。オンオフの運勢の差が激しい週になりそうです。仕事で嫌なことがあっても就業後にラッキーな出来事があればリカバーできる運勢です。オンオフの切り替えをはっきりつけることがポイント。ラッキー調味料はオリーブオイルです。続いて射手座のあなた。運勢は第2位です。霧が晴れたような運勢になります。悩みが解決し気持ちがポジティブに変わっていくことになりそうです。心配事がなくなったことで未来に希望が持て、やりたいことが次々と浮かんできそう。趣味に興じるのもいいですが、知性が発達する運勢です。スキルアップを目指したチャレンジをしてみるのもいいでしょう。ラッキー調味料はたまり醤油。続いて、ヤギ座のあなた。運勢は第1位です。嬉しい知らせが相次いだり、会いたかった人と偶然出くわすような奇跡のような出来事も起こりそう。恋、仕事、人間関係全体を通して運勢が上昇しています。現状維持するだけの毎日ではもったいない運勢です。何かを目標を掲げ高みを目指してチャレンジしてみてください。新しく趣味や勉強を始めるのもいいでしょう。ラッキー調味料はウスターソース。続いて水瓶座。信号が連続で赤だった。ようやく帰宅できると思ったら電車が遅延。そんなプチ不運が起こりそうです。一度困ったことがあったら次に幸運がやってくる運勢なのですが、そのラッキーが小さなものになりそうなので、どうしても嫌なことばかりに意識がいってしまいそう。でも少しでもいいことがあったら喜ぶことが開運につながりそうです。ラッキー調味料は昆布だしです。最後に魚座のあなた。運勢は第3位。今週は家の中に幸運があります。この家は住居はもちろん、あなたが本当に心からくつろげるスペースのことも指します。リラックスを心がけることで運気が上昇していく週。今週は仕事ばかりしていないで、あなたが本当にやりたいことのために時間を取りましょう。また部屋の整理整頓や模様替えも運気アップに。ラッキー調味料は柚子胡椒です。いかがでしたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。本職ではないので当たらなかったなどの苦情は一切受け付けておりません。なるほどねぐらいでお聞きください。それでは素敵な一週間をお過ごしください。